はい、今回はパスタのパエリアを作っていきます。こちらスペインのフィデオヌメロセロっていうパスタなんですけど、あのカッペリーニみたいな細さですね。で、中を見るとこんな感じ、もう長さ1センチぐらいですね。これがなんかパラパラしたものなんですけど入ってます。では早速作っていきたいと思います。今日は2名分作ります。いろんな作り方がありますけど、自宅でも簡単にできるように説明していきます。で、このパスタがない場合はカッペリーニとかスパゲッティーニを使ってください。で、それを使う前に手でボリボリ折ってください。では早速いきます。オリーブオイルをひきます。で、最初にこれをパスタを炒めます。で、これ最初に炒めることでパスタ同士がくっついてしまうのを防ぐことができます。で、本来はザルに入れて油で軽く素揚げをします。薄い色がつくぐらいですね。で、この時火加減は弱火です。で、よく見るとこの辺茶色くなってきてると思うんですけど、わかりますかね、こんな感じなんです。まあ大体でいいので炒めますね。これをやるとやらないでは食感がだいぶ変わってくるので最初にやってください。まあ、とりあえず細かい工程とかは結構無視してやっちゃうので、こんな感じですね。で、スープ入れます。で、使う材料とか分量は何でしたっけ、あそこに書いてあるんで見てみてください。よし、玉ねぎ、にんにく、シーフードミックスですね。トマトソース、あと魚介ですね。魚介入れます。で、パセリ入れます。で、サフランを入れますね。ここでサフランパウダーですね。今回はあんまり入れすぎると苦くなるので気をつけてください。
で、これ頭を潰すと味が出て美味しくなります。ここで味見します。よし、でこのまま中火で水分がなくなるぐらいまで煮ていきます。はい、まあ大体中火から強火ぐらいですね。中火ぐらいでいいですね。で、今7分ぐらい煮てます。で、大体ちゃんと水分が飛んでる感じですね。斜めにしても水分が出てこない感じで、これで完成でもいいんですけど、もうすでに食べれるんですけど、最後麺を立ち上げたいので、これをオーブンに入れます。で、その前に飾りでちょっとプチトマトを並べます。で、250度のオーブンで3、4分温めます。はい、これで出来上がりました。で、レモンを飾ります。まあ、高温で短時間で焼く感じです。最後の仕上げこういう感じですね。横から見ると分かりますか？パスタが立ってる感じ。スペイン名物パスタのパエリア、フィデワの紹介でした。あなたもやってみてください。